おはようございます、クルスルナです。オープニング撮り忘れちゃったアフレコなんですけど、今回の動画は爆買いショッピング Vlog です。大好きなブランドで過去一の爆買いをしました。ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみよう。はい、はい、ということで着きました。今日私がどこに来ているのかっていうと、越谷レイクタウンに来てます。地元民の方はなんで越谷って思ったかもしれないんですけど、日本のイオンモールで最大の面積らしくって、めちゃめちゃいろんなお店が入ってるんですよ。せっかく休みだし、なんか広いところでいろいろ買い物したいなって思って、ちょっとこっち側まで遊びに来てみました。なので今日はこのとってもとっても広いイオンモールで散財爆買いしていきたいと思います。では行ってきます。桜フェア、私桜のスイーツとか大好きなんですよ、桜の一口大福、桜カリン、桜せんべい、桜グリーンティー。でもこれも美味しそう、可愛い。多分これ本当だ。めちゃめちゃ買っちゃった。まさか入り口の桜に釣られてこんなに買うとはって感じだけど、ちょっとこれ購入品動画にしようかな。動画にします。なんとですね、今日はアズールバイマウジーの店舗が3月11日、明日ですね、明日リニューアルオープンするっていうことで、今日ですね貸し切りにしてもらってます。もう買い物中毒の女からしたらショップを貸し切りなんてもう夢のまた夢みたいな感じなんですけど、早速入っていきます。入っていいんですかこれ。はい、コンコンコン。失礼します。わーやばい、本当に貸し切りだ。じゃじゃーん、こんな感じ。めっちゃおしゃれじゃないですか、このネオンの感じとか。最新の内装デザインらしいです。でめちゃめちゃ店内が広いんですけど、すっごいね、いろいろある。雑貨とかもあるし、見て観葉植物もある。まずはお洋服をね、春になったということで見ていきましょうと。じゃあ撮ってもらおう。よし、止めてくださいね。あ、しかもここ全国100店舗以上アズールあるんですけど、その中でも第1号店なんですよ。それがリニューアルしてってことですよね。はい、通りで品数が多いですもんね。私絶対に欲しいっていうバッグがあって、それは一旦見たいと思います。もう目星ついてたんですね。そうなんですよ、もうね、めっちゃ可愛いのがあって、これがね、もう私欲しくて欲しくてたまらなかったの。超かわいいの。白も、え、かわいいですね。使いやすい。めっちゃ春っぽい。確かに、うん、え、めっちゃ迷うな。水色かな。え、そう、帽子もこういうタイプの帽子がめっちゃ欲しくって、うん、え、かわいいけどさ、ちょっと帽子の数がありすぎるから、うんうん、一旦あれだ、おすすめ聞いてみます。確かにトレンドとかさ、あるかもしれないし。のパケットハットっていうか、こういう形のハットが欲しいんですけど、はいはい、ちょっとなんかトレンドというか、色とか形とか、はい、今季流行りますみたいなのあったら教えてほしいなと思って。ぜひ。もちろんです。今年結構流行ってくるのがこういう、なんかこう切り替えのないチューリップハットっていう形のものが、結構これはトレンド。あ、トレンド。結構目元のところまで深くかぶっていただくのがおすすめです。ちょっとこの形にしちゃおうかな。ぜひ。え、待って、この色可愛くない？服にも合ってるし、このままこうやって帰りたいぐらい。じゃあちょっと失礼させていただいて。これ可愛いのでは？絶対可愛い。そうですね。やばい、見つけちゃった。いや絶対可愛い。私が大好きな緑。え、可愛い。え、これ絞れるの？ちょっとこれも後でセットで。今回このね、プラスっていう新しいラインなんですけど、ちょっとエッジの効いたデザイン、さらに私が好きな感じっていう。え、でもこっち結構好きかも私。うわ、絶対可愛い。え、確かに。にしても可愛いです。え、可愛い、この組み合わせ。やばい。え、可愛い。可愛い。え、てか私これ着てる男子めっちゃ好きだわ。メンズもね、しっかり可愛いっていうのが素晴らしいですよね。ありがとうございます。スーツもあるんですよ。え、す
シートっていう、スーツってさどこで買えばいいって感じだけど急に必要になる時あるじゃないですか。そういう時にめっちゃいい。かっこいいよね、こんなの急に着てこられたらさ。かっこいいですね。なんか聞きたいんですけど、はい、こういうシャツ、メンズ系のシャツを女性らしくっていうか、はい、レディーっぽく着こなす技みたいなのあったりしますか？あーなるほど。インナーをキャミソールとか合わせるのが可愛くないですか？あー確かに。ちょっとデコルテ見せたりとかするのおすすめです。あーいいですね、いいですね。てか聞いてなかったんですけど、これがめっちゃおすすめですみたいなのありますか？あります。いいですか？はい、もちろん。ヘッドバンドパンツに入って、今マネキンが履いてるパンツです。色が今年っぽくって可愛い。確かに確かに。推しカラーは、うん、ライムです。いやライムちょっと惹かれるとこありますね。はい、ということでちょっとおすすめしていただいたパンツを履いてみたんですけど、マジでめっちゃ綺麗。私普通に全色揃えたいぐらい形がマジで綺麗すぎる。3900円。めっちゃいい。マジで形めっちゃ綺麗。これは超おすすめです。ちょっと雑貨もあるんでそっちも見ていいですか？紅茶？何？紅茶ですかね。すごい。この中に茶葉入れて、待ってこれすごくない？かわいいよこれも。このさ袖が違うのがまたかわいいですよね。こういうジャケットの中とかに着てもかわいいですよね。確かに。はい、ということでちょっといろいろ着てみたんですけど、最後にお会計をしたいと思います。怖い、正直。私多分とんでもない量を買っているので、お会計したくないぐらいなんですけど、お会計はしなきゃダメということで、じゃあお会計いきます。ありがとうございます。わーやばいよ、どうしよう。5コーデ分ですもんね。5コーデ分です。あ、このチューリップもね、お気に入り、お気に入りも、はい、14点。16,270円です。いやでも待って、逆に14点も買って8万ってことは、とんでもないコスパの良さですよ。確かに。皆さんこれ私ちょっと異常なだけなので、じゃあちょっとカードでお願いします。ありがとうございました。たくさんすんごい量です。ありがとうございました。じゃーん、買っちゃいました。私こんなに買い物したの初めてかもっていうぐらい買っちゃったんですけど、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、さすがにこんだけ買い物してちょっとお腹空いたので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。でも今ちょうどお昼時だからちょっと待ってそう。うわっやばい、ちょっと待って。やばくない？海鮮。いや海鮮ありですね。いやめっちゃあり、めっちゃあり。普通に洋食も全然ありなの。なんかチーズ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 のお店もある、やばい。結局最初に見つけた丼のお店にしました。ちょっと待ってるので待ちます。見て、クレープ全品半額。いやーめっちゃ迷う、どうしよう。クレープなんていつぶりってぐらい食べてない。ブルーベリージャムケーキスペシャルでお願いします。はい、じゃじゃーん、やったブルーベリーなんとかスペシャルみたいなのにしちゃった。チーズ入ってます？チーズケーキもアイスも入ってます。これで300円とかだった。うわー、やっぱ半額でかいですね。でかい。いただきます。うん、幸せ。はい、ということで皆さん今回も動画最後まで見ていただきありがとうございました。今回はこんな感じで爆買い動画だったんですけど、どうでしたか？本当に自分でも買いすぎって分かってるんですけど、全部とっても可愛くって店内もすごいおしゃれだったので、ぜひ皆さんね、明日からリニューアルオープンなので行ってみてください。本当にレイクタウンめちゃめちゃ広くって、1日じゃ回りきれないんじゃないかなっていうぐらいだったので、
皆さんたくさんお買い物してきてください。お揃い買ったらぜひ DM とかで報告してください。よかったらチャンネル登録と高評価とコメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。